ハートランドビールはキリンビールが1986年より醸造。出荷をしているピルスナースタイルのバックが100%ビールである。プレミアムビールに分類される。瓶にはキリンビールの名を表に記さない商品である。容器は他の大手ビール瓶と同様にリターノブル瓶であり、主販店に持ち込めば1本あたり5円のデポジットが返却されることになっている。ハートランドビールは キリンビールが提供していたテレビ朝日のグルメ番組、相川金夜の探検レストランがきっかけで醸造され始める。当初、ハートランドビールはテレビ朝日直営のレストラン、食べたかろうだけでしか飲めないビールとして開発された、爆が100%、アロマホップ100%のビールである。ビアホール、ハートランド、オープン時にはそこでも飲めるようになった。 ハートランドビアホールオープン当初は、生の大ッキ、小ッキと 500ml 瓶のみの販売であり、途中から穴蔵では、アルトビールも販売開始した。1987年には缶ビールの販売も行い、全国展開も行ったが、1991年には缶ビールの販売を終了した。2010年1月現在、ハートランドビールは、損と瓶でしか販売されていない。 缶ビールの CM では、ハートランドの歌もあった。また、キリンビール、横浜工場がある、神奈川県のみの地域限定で、上面発酵の、ハートランドアルトビールという当時の日本では極めて、珍しいビールも販売されていた。デザイナーの例、吉村の手によるもの。アメリカのハートランドと言われる、シカゴ周辺にそびえている大樹をイメージしたデザインが、瓶と缶に描かれている。 瓶は 500ml と 330ml のに、サイズで、いわゆる大瓶に相当する容量の製品は存在しない。色は透明なエメラルドグリーンで、胴部にラベルはなく、瓶そのものに、胎児の衣装がエンボス手法であしらわれている。細長い首の部分に帯状のラベルがあり、ここに原材料等が記されている。王冠にも緑で胎児のマークが施されている。 この特殊な外観から、デッとした純国産であるにもかかわらず、ビールに詳しくない店舗などでは、海外ビールとして扱われてしまうことが多々ある。味は、ボディが軽めだがキレが良く、爽やかな香りと、相まって清々しいビールになっている。1980年代のキリンビールの、多角化経営の一環として、六本木六丁目にビアホール。 ハートランドアナグラが1986年10月にオープン。1ヶ月後にツタ館もオープン。1990年12月に閉館となるまでの4年2ヶ月間の来客者数は55万人である。六本木六丁目の再開発計画に合わせて閉館したと言われている。大正時代初期にドイツ人が設計したツタが絡まっている洋館、ツタ館と、かつて、 日課ウイスキーが使っていたウイスキー原始貯蔵庫アとアナグラで構成されていた。ハウスビールであるハートランドビールが提供されるほか、ビアホール、スタガン内では音楽や演劇のライブイベントが定期的に実施されていた。穴ラはオープンあと数ヶ月してから壁面にタンクと呼ばれる個室ができた。これは元はウイスキーの貯蔵タンクだったものに、 床だけアクリルで平らにしたもの。2003年4月25日、かつてビアホール、ハートランドが存在した地に六本木ヒルズが開業すると同時に六本木ヒルズ内にネイバーフットバーというコンセプトでハートランドが開店。ニューヨークなど最先端な店舗を参考にし、DJ が音楽を流すスタンディングバーという形態をとっている。この店は、 店自体のプロデュースをキリンビールが行い、森ビルに提案した。森ビルはキリンビール社員が支配人となる条件で承諾し、キリンビールはその条件を受け入れた。テナントは4シーズ。5年間の営業を経て2008年に一旦閉店し、同年に新コンセプトで再開店した。2014年1月6日をもってバーハートランドを閉店。ありがとうございます。